には5つの基本技がございます。まずはその基本技を皆様方にご披露したいと思います。重量感あふれる技、静止して両手を大きく開いてバランスをとり、観客を圧倒する見せ場を演出する技です。次の演技は肩、竿燈を掲げやすく最も覚えやすい技、利き手で上げた竿燈を流しでまっすぐ首の付け根に下ろし、軸足と竿燈を一直線にするのがポイントです。最後の演技は腰、かなりの修練が必要な高度な技、上体を程よく横に傾けバランスを保ちます。5つの基本演技の中でもクライマックスに映える大技です。これからは隊員の皆様方に得意技を皆様方にご披露してまいりたいと思いますので、ぜひともご声援のほどよろしくお願いを申し上げます。隊員の皆さん頑張ってくださいよ。はい、それでは、会場でご覧のお客様ご一緒に掛け声と手拍子をほどよろしくお願いいたします。どっこいしょー、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 
Oh, sure.
ご声援をありがとうございました。ありがとうございました。秋田の夏の夜空を彩る稲穂の輝き、勇壮軽快なお囃子、力と技が織りなす華麗な演技の数々、270年を超す長きにわたり築き上げてきた伝統は、これからも確実に次の世代に受け継がれていくことでしょう。秋田竿燈まつり本番は8月3日から6日の4日間です。ぜひ今年の夏は秋田においでいただき、迫力ある演技を間近でご覧ください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。会場の皆さん、これまで最後の演技いかがでしたでしょうか。はい、ありがとうございました。4日間、大変なご声援をいただき、我々会員の一生懸命皆様方にご披露することができました。その感謝を込めまして、4日間の総締めくくりとして竿燈締めでこの公演を終えたいと思います。会場の皆様方からの一生懸命のご唱和をお願い申し上げます。それでは竿燈締め参ります。よーどっこいしょーどっこいしょーどっこいしょっしょーどっこいしょー。はい、6日間どうもありがとうございました。秋田竿燈まつりの皆さんでした。ありがとうございました。ふるさとまつり東京2017期間中最後のステージでした。皆様、今一度大きな拍手をお送りください。